ウィークってお友達とかどっかに出かけたりするじゃないですか。すごい重要で、ゴールデンウィークの前がもし暇だとしたら危機なんですよ。ゴールデンウィークの前が忙しい、忙しいんですよ。なるほど。ゴールデンウィークに出かけますよね、はい、例えば実家に行ったりお友達が来たりとか旅行に行ったりするときに、はい、自分の気持ちはどうなのかって思ったら、綺麗に見られたい、かっこよく見られたい、会う友達とうわすごい若いねとか素敵だねって、なんか全然変わらないじゃん、なんか美人なんだからとかかっこいいんだからって言われたいわけですよ、僕たちは、内側としては。その時にどこでもいいんじゃないんですよ。あそこじゃなきゃダメって思ってもらわないと暇なんですよ。暇って言ってるから暇になっちゃうんですよ。でもお客様が最後に記憶した時に、ゴールデンウィーク前はアリスさんでやろうって、あそこの美容室で髪をしようって、そしてみんなに褒められたいっていう深層心理があるじゃないですか。その時に髪の毛チリチリになっちゃって、うわどうしよう、同窓会があってみんなと会うって、同級生と、うわあそこに行って髪の毛これでは会いたくないってなったら二度と行かないじゃないですか。そうです。でも最後に選んでもらえる、何かのイベントの時に選んでもらえるのが美容室なんです。綺麗になりたいって、はい、そのお客様の数が増えない限りお客さんは絶対増えないと思います。はい、髪の毛の表面だけ綺麗にすればいいっていうわけじゃないんですよね。内側の心を綺麗にしてあげるっていうことですね。はい、従業員の定着が売上の定着に比例する、これはね、僕がずっと経験してきたことです。うちスタッフめちゃくちゃ長いんですよ。もう10年とか15年とか18年とか、やっぱ長いスタッフがいてくれて、でやっぱり従業員の定着が、なくなるとお客さんはこう思います。あらまたあの子頑張ったのになんで辞めたんだねーみたいな、ね、なんで黙ってるんだかわかんないですけどなんで辞めちゃったのかねーってなんですよ。なんかオーナーなんかいじめてんじゃないのみたいなね、だったりとか、お客さんはやっぱそうなんですよ。せっかくいい子だったのに、なんで辞めちゃったんだろうねって。僕たちも、なんででしょうねみたいなね。でもやっぱなんか原因があると思うんですよ。で、スタッフが辞めれば辞めるほど売り上げは下がっていきます。たくさんそういうサロンを見てきました。そういう経営者の方もお会いしてきました。うん。従業員が内部顧客と外部顧客の大事な、さっきやってた内部顧客を、とにかくスタッフ、お客さんがずっと永続してきてくれるのも大事なんですが、従業員の方、要は社員さん、まあ、ゲスト、スタッフですよね、もう内部ゲストですよね、が長くいてくれる仕組み、まあ、一緒なんですよ。お客様にやる仕組みと従業員にやる仕組みは一緒だと思います。社員さんにやる仕組みは、それが外なのか内なのかの違いなんですよ。うちが前にやったのはみんなで、シルク・ド・ソレイユを見に行ったりとかするんですよね。例えばですね、あとは、1万円あげて、この1万円は自分の学びのために自由に使っていいぞと、給料とはまた別にコンサート行ってもいいわけですよ。そうするとお金であげてしまうとお財布に入ってしまったら1万円もらったってその瞬間だけ嬉しいじゃないですか。ところが、お金は渡さないんですよ。そういうカードを渡して、で最初自分でお金を払うんですよ。で領収書をもらって領収書と引き換えにお金をバックするってやり方なんですよ。ってことは自分がそのチケットを買って、例えばうちのスタッフが安室ちゃんのコンサート行ったんですよ。時に安室ちゃんのコンサートをそのチケット買うときにアリスからもらったいただいたお金で行けるって思うわけですよ。それを記憶に、記憶というか脳の中でポンって思い浮かぶじゃないですか。で領収書くださいって言って有限会社アリスワールドって言ってうちに持ってきてもらって、福利厚生としての領収書切れるので。なるほど、はい、だからスタッフにも記憶に残らなきゃいけないんですよ。みんなでお笑い見に行くこともあるし、はい、まあ、いろんなやります。映画見に行ってほしいなとかね、1万円あったら映画結構なんと6本7本見れますよ ね。あとは本買ってもいいし、使い方は自由だけど、ただ服を買うとかそういうのは自分のあれで買って、これあくまでも自分の共有のために使ってくださいっていうふうにして、やっぱり従業員が定着するためにはどうしたらいいかっていうことを常に社長たちは考える。そしてスタッフがお客様にはどうやったら永続してきてくれるかを考えればいい。まあ、社長は両方やなきゃいけないんですけど、重要的な言ったらもう8人ぐらいでもう僕はスタッフだと思いますね。はい、そんなに違いますか？違いますね。はい、そのぐらい僕はそれをすごい経験してきたので、もし仮にお客さんを来てくれてもスタッフが明日から辞めますって、もう今月で終わりますって言われたら止めようがないんですよ。パ
ワハラで止める人ないですよね。引っ張ってやめるなってやんなきゃいけないけど、でもなかなか今それはできないので、あの10年育てた子がすぐ辞めてしまうのはやっぱ怖いですよね。だってまた10年かかるし、また同じ人はもう二度といないわけですよ。その子と同じ人は二度と現れないわけですよ。その子しかいないから、さっきの特許じゃないけども、その子が僕特許だとしたらその子以外しかいないわけですよ。それを今までやってもらって何かの一つのきっかけで私辞めます。でもそれが積もり積もってみんなバーンって風船が破裂するかのように、社長って私辞めたいんですけどっていうふうに、ちょっと話があるんですけどってなるわけですよね。それがここの DVD に書いてるこの9番なんですよ。それは僕が15年前に体感したんです。何のために僕は店をやってるのか、何のために美容室を経営しているのかっていうのに、もう15年前にもうハンマーどころじゃないですね、もうナイフで一草ブシャッてこうやられるぐらい衝撃がありました。もう解散しようかと思ったんですよ。そのぐらい僕の中では一つのキーポイントだったんです。そこがあったから今こうやって セミナーもできるし、DVD も作れるし。